ご視聴ありがとうございます。プロ野球選手を紹介する川野名鑑2021担当の川野真里奈です。よろしくお願いします。今回は東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手ご紹介したいと思います。皆さんは高橋奎二投手についてどんなイメージをお持ちでしょうか。ぜひコメント欄にどしどしとお寄せください。いつも見ております。ということで川野名鑑は毎週水木曜日21時に配信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは川野名鑑プレイボール。まずは東京ヤクルトスワローズ高橋奎二投手のプロフィールを見ていきたいと思います。1997年5月14日生まれ、京都ご出身で左投げ左打ちのサウスポーでございます。2015年のドラフト3位で龍谷大平安高校からヤクルトに入団してくださいました。なんか高卒のあちあちの期待の投手さんが結構ヤクルトには入ってくるなという、取っているなという印象があります。今年プロ6年目を迎えているというシーズンです。去年の成績がこちらです。10試合に登板して9試合先発で1試合リリーフ登板があったということです。1勝3敗という成績でした。そして今年の成績がこちらです。今年ここまでが6試合登板先発して2勝、防御率が 2.55 という数字が向上しています。今年の前半はコンディション不良で少し出遅れる形になったんですけど、後半戦はしっかりと合流されてローテーションを担ってくださっているというような状態ですね。そして被本塁打4となっているんですけど、一発に泣くという形になってしまう試合が多いというかあるかなという印象なんですけど、それ以外、その一発以外はすごくこう綺麗に抑えているというシーンが結構印象的です。なのでこれからもっと安定してその一発も封じ込めてどんどん良くなっていくんじゃないかということが期待される、そんな今シーズンでございます。ここまでヤクルトの高橋奎二投手のプロフィールをご紹介しました。さてここからは私が日々したためている川野調べから高橋奎二投手についてご紹介したいと思います。高橋奎二投手もめくるめく甲子園のスターたちの一人かと思います。龍谷大平安高校ご出身なんですけど、2年の春選抜初優勝に貢献したピッチャーでもありますし、その当時ですね、対決した選手さんで今 NPB にいる方でいうと、佐野日大高校に所属されていたオリックスの田島投手と戦っていたり、今チームメイトになっている履正社高校に所属されていた中山翔太選手、筋肉くんと呼ばれているパワフルな中山選手と対決したりっていうところもありました。そんなめくるめく甲子園ヒーローズの一人でございます。そしてなんといっても高橋投手といえば、やっぱりご覧になっている方も印象深いと思いますが、最近ご結婚されて、そのお相手が元 AKB48の板野友美さんだったということで、それでもすごく世間はわーとなっていましたね。そしてもう一つやっぱり印象的なのは、入団当時のフォームが、これが足だとしたらピーンってもう上までブワッと上げて投げるという、左のライアンと呼ばれていたあのすごく派手なピッチングフォームが印象的です。ライアンというとやっぱりノーラン・ライアン投手が元祖なんですけど、ヤクルトにライアンと呼ばれている、同じように足を高く上げて投げ込む右投げの小川康弘投手いらっしゃいますけど、に対して左のライアンと呼ばれていました。しかし制球をもっと向上させるためになど、いろんな目的があってフォームを改造されて、今はこうつま先までは上げずに足の上げ幅を低くされていったりしているんですけど、フォームの変わり幅ランキング1位なんじゃないか、いろんなフォームのプロ野球選手さんいらっしゃいますけどって思うぐらい、本当にこう独特の印象的なフォームでしたね。でフォームを変えてから制球力がアップして今の成績にもつながっているという川野調べも出ております。そして
して、ヤクルト投手陣本当に年齢層上から下まで素晴らしい選手さんたくさんいらっしゃって、もう活躍する現役時間がすごく長いイメージがあるんですよね。なんかこう第2章第3章第4章と何章もプレー野球で花を咲かせるピッチャーが多いなっていう印象があるんですけど、そんな中で石川雅規投手がいらっしゃって、小川泰弘投手がいらっしゃって、そして高橋奎二投手がいらっしゃるという、この各世代3世代のエースとして高津慎吾監督も期待をすごく寄せている、それが高橋奎二投手でございます。ここまでは高橋奎二投手の川の調べをご紹介しました。さて付録のお時間です。ここでは登場曲応援歌などご紹介していますが、高橋奎二投手ピッチャーなので登場曲ご紹介させていただきたいと思います。なんとワンズさんの世界が終わるまではを登場曲にされているということで、やっぱりあの屋根のない屋外球場の神宮でドラマチックに響き渡るんですよね。歌わせていただきたいと思います。世界が終わるまでは離れることもない、そう願っていた幾千の夜と戻らない時だけがなぜ輝いては、やつれきった心までも壊す儚き思い、このトラジリーナイ。そうなんですよね、本当に素晴らしいスラムダンクのエンディングでしたけど、私はあのアンパンマンを皆さんが見て育つのの代わりにスラムダンクを見て育ったので思い出の曲ですね。で高橋奎二投手もこの曲を選んだってことはスラムダンクお好きなんですかね、どうなんでしょうか。いいですね、でも同じスポーツでこう根底はつながるものがやっぱりありますから、ミッチー魂を高橋奎二投手も心に持っているんじゃないでしょうか。推し選手は誰なんでしょうか、スラムダンクの。私は牧慎一選手に会いたいです。 あともう一つ、もう高橋奎二投手って言ってて、一つあのいつも思ってる川の調べ言い忘れてたのを思い出したんですけど、家にいる時にテレビとかを何の意思もなく同じチャンネルをずっと流してるんですけど、お家で、そしたらこうドラマとかが始まったりするんですよね、不意に。そしたら刑事とか言って入ってきたりするシーンが出てくると、高橋奎二投手が頭にこうよぎったりするぐらい、刑事ドラマを見ると高橋奎二を思い出すという、そういう話でございました。ということで、そんな風に頭の中が野球で埋め尽くされ、そしてスラムダンクにも支えられている私、歌手川野麻里奈、新曲の制作が決まっております。 SNS 概要欄に貼っていただいているので、ぜひそちらから最新情報をチェックしていただけたら嬉しいです。またライブでもカバーでスラムダンクのこの曲させていただく可能性が 87% ほどありますので、ぜひ今後のライブも注目していただけたらと思います。それでは今後の高橋投手のピッチングにも期待しながら、これからの川の名鑑も楽しんでいただけたらと思います。川の名鑑は毎週水木曜日21時に配信しています。旬な選手からベテラン選手まで幅広くお届けしていきますので、ぜひ次回もご視聴ください。ここまでは川野麻里奈がお送りしました。ありがとうございました。